三友康平は福岡県の大型市出身のバスケットボール指導者、選手である。2005年に BJ リーグの大分ヒートデビルズと選手契約を結び、プロ選手となる。2008年に BJ リーグのライジング福岡に移籍し、2009から10シーズンには最優秀、シックスマン賞を受賞する。2010から11シーズンに大分に復帰し、 2012から13シーズンをもってプロ選手を引退した。選手としてのポジションはポイントガード、シューティングガードだった。2016年より B リーグ B2 の鹿児島レブナイズのアシスタントコーチを務めた。植木小学校在籍時の6歳の時にバスケットボールを始める。植木中学校を倉手高校、鹿野体育大学を経て、 そして2002年に社会人クラブである福太郎クラブに入団。そして2005年のドラフト会議で全体25位でだいぶヒートデビルズから指名を受ける。2005年は出場時間が与えられなかった。しかし翌年はほとんどの試合でスターティングメンバーを獲得。2008年地元のライジング福岡へ移籍。福岡での2シーズン目となる。 BJ リーグ2009から10シーズンには、先発8試合を含む50試合に出場し、1試合平均で、チームの日本人としては最高得点となる9.2得点を、記録する。この成績が評価され、最優秀、シックススマン賞を受賞した。2010から11シーズン、大分ヒートデビルズに復帰する。2012から13シーズン終了後、プロ選手としては引退した。 その後、2014年と2015年の国民体育大会に福岡県代表選手として参加した。2016年、B リーグ B2 の鹿児島レブナイズのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。